まるまるさん、小学校の課題で尊敬する人は武井さんと室伏さんと書くほど武井さんを尊敬する小6息子、渋い。渋いね。息子渋い。何でも調べて自分で考え、それを説明する毎日送っています。偉い。先日、動物のトップについて、猿はオス、ゴリラはリーダーと言い、その違いを説明してくれました。ああ、なるほどね。ライブもアーカイブで確認しています。だって。武井さん、息子の希望の光です。って、息子さんすごいね。なんか、素敵な、もしかしたら知識とかをこれからどんどん獲得していくかもしれないね。本当に子供の頃にたくさん勉強したり、他の子たち、同級生の子たちとか、周りの人たちより、たくさんの知識を手に入れて、将来、誰も身につけたものが、ことがないような、何かを知るような人になったら、必ず人生がハッピーになると思って、若い時から頑張ってください。応援してます。自分の子供の頃を見ているようで、微笑ましいです。勝ちたかったら登録しとけ。